そう、今日もあの天国の駅で阪急電車が動くのを待とうかなと思って、動く気配がないので帰ろうかなと思ったんですけど本当帰ろうかなと思ったんですけど、一旦心めっちゃ折れてしまって、天国の駅のホームがね、あの冷房効いてて、それでちょっと復活したので梅田に戻って JR に乗るというね、体力が復活しました。やっぱ涼しさはある程度大事やな、うん、多分天国の駅が暑かったらもう俺たちは今日帰ってたありがとうございます。よかった、じゃあ、暑さついに、じゃあ太陽の音、はい、
ということでしょう。私たち来月のナッシュビル31でしたっけ、はい、この2人限界の2人でワンマンをね、やることになってしまったっていう、うっかり川辺さんにね、うっかり始めになってしまいました。うっかりワンマン、ね、普通のブッキングでねお願いしたんですよ。8月31日が行けますって言って、そしたらあのもみじさん企画はどうでしょう、なんかお仲間のバンドさんとか呼んでいただいて、で僕らが声かけてやった日にお客さんいなかったら呼んだ人に悪いじゃないですか。いや無茶ぶりですねって話をしたら、いっそのことワンマンでもって、どうせお客さんいないならワンマンの方がいいかって、ね、そういうワンマン史上寂しいワンマンの取り行われようとしているので、皆さんちょっと応援しに来ていただきたい。8月31日土平日の木曜日ですね、はい、私たち、ね、明日死ぬかもわからない身柄なので、はい、頑張ります。というわけで、最近この人が作る曲は、こっちの人が作る曲はなんかチュン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 言ってますけど、鳥の曲が多いので、はい、鳥の曲です。
さすがナッシュビルマジック、というかね、最近自分のことではないんですけど、テレビももう10年以上見ないので、最近のタレントさんのこととか何も知らないんですけど、まあ、ネットのニュースでね、トランスのタレントさんがね、自分で命を絶ったとか、大御所のミュージシャンがくだらないことを言ってるとか、そういうのを見ながらね、結構落ち込むんですよ、自分のことじゃないのに。でいろいろへこんでたんですけどね、昨日あの知り合いがいっぱい出てるライブがあって、ライブハウスに行ってね、だいぶ元気が出ましたね。音楽っていいなと思いました。ライブハウス行こう。だけどあの僕たちあんまり前向きな歌がないんで、はい、じゃあちょっと人様の曲で、7月なので七夕の歌、はい、今闘病している男の歌です。
サボテンちゃんの曲やって、あとの4つのバンドお客さんでめっちゃ盛り上がりたいと思います。ありがとう。